ぱ親子関係でもありながら、まあ世の中から見たらやっぱり父親の後を子供がこの奈良学園を受け継ぐっていう部分で考えると、まあそういうまあいろんな部分で意見は頂戴すると思ってましたので、まあそれも覚悟の上で、まあ今3年やらせてもらった部分はありますね。曖昧な部分が今まだ高校野球が多い気がしていて、それを一生懸命こう学び直しの上でも、私自身もその博士課程において一種の自分も学びに行くみたいな部分大切かなと思ってますし、どうでした、まず丸3年初めて監督としてこう選手を育てるということは、どんな3年間でしたか。はい、まあ森尾修前監督からこう引き継いで、やはりこう、まあ、偉大な監督でもあり、 これだけの浦和学院という名門校の、高校をまあ、受け継ぐっていう部分では、まあ、やはりかなりこう正直プレッシャーというのもそうですけど、まあ、やっぱり、かなり重圧はあった3年間だったなと、まあ、今考えると率直に思いますね。はい、話自体は大体いつぐらいから前監督からあったなというふうに記憶されていますか。ですね、2019年の時に、森尾修前監督の方から、2021年の、夏を最後に、そこで、監督を、交代するっていうところで、話をもらったので、まあ、そういう意味では、もちろんもともと私も、浦和学院の指導者に、2016年として戻ってきた部分から当初から、まあ、一応指導者をやる上で、引き継ぐっていう気持ちもありましたけど、まあ、そういう意味では、まあ、話があってからは、まあ、そういう覚悟を決めて、まあ、一応今監督をやらせてもらってますね。19年に話が出た時は、はい、驚きというよりは覚悟がさらに強くなったと。はい、もうそこから本当に覚悟を決めて監督としては、親子関係でもあるので、まあ、やっぱりプレッシャーっていう言葉だけではこう表せない、まあ、いろんな、まあそうですね、部分で、まあ、重圧があるかなと思ってましたので、まあ、相当自分の中ではこう覚悟を決めて3年間過ごさせてもらってましたね。私ももともと浦和学院野球部の、まあ、OB でもありますので、まあ、やっぱりそのちっちゃい時から私が子供の時から、まあ、浦和学院で活躍してるその歴代の OB の選手たちを僕はこう憧れの目で見て育った経緯もあるので、まあ、なので、まあ、やっぱり前監督の
思いもそうでしたけど、まあ、浦和学院 OB のその人たちの思いもやっぱ背負ってこう引き継がなければいけないみたいなところはありましたね。心ない意見といいますか、はい、厳しいお言葉というのもあったというふうに聞いています、うん、はい、どういった思い、まあ、こういろんなところ見てると、うん、もう乗り越えたふうには見えますが、はい、やはり最初はかなりそうです、ね、心にくるものが頭に、いや、まあ、もちろんあの私も人間なので、まあ、やっぱりでもそういう言葉も間違いなく、まあ、なんていうんですかね、あるだろうな、まあ、もちろんそのやっぱ親子関係でもありながら、まあ、世の中から見たらやっぱり、父親の後を子供がこの長学院を受け継ぐっていう部分で考えると、まあ、そういう、まあ、いろんな部分であの意見は頂戴すると思ってましたので、まあ、それも覚悟の上で、まあ、今3年やらせてもらった部分はありますね。なんとか受け止められた、受け入れられたということでいいですか、はい、そうですね、やっぱりそれぐらい、まあ、受け止めてちゃんと自分の中でも、まあ、やっぱりこういう高校野球の世界、していく上では、まあ、そういう批判も覚悟で、まあ、やっぱりきちっと、今の浦和、学院の、野球部の選手たちをまあ、やっぱり導いていかなければいけないっていうところはありましたので、まあ、そういう意味でも、まあ、私一人ではなくて、さまざまな、そういう意味では OB もそうでしたし、学校関係者とか、まあ、あとは野球部の選手たち、現役の子どもたちがやっぱ目の前にいますので、まあ、そういう意味では僕のそんな、自分の受けてる批判よりもやっぱり今の現役の選手たちをやっぱしっかり見て育てていって、はい、これから高校を育った選手たちが、まあ、本当にこういろんな世界で活躍できる人になるようにっていうのを、まあ、とにかく意識しながらやっていますからね。僕自身がもともと親子で現役の時から高校で父親が監督で私が選手でっていう部分もあって、まあ、やっぱりこの今の私が監督やらせてもらった部分も、まあ、当初もそういう意味で親子関係でやっぱり野球やってましたから、そういう意味ではいろんな言葉をいろんな方面からあの、まあ、もらった部分はありましたし、まあ、今回もそういう意味では今回の、監督就任にあたっていろんな意見ありながらも、まあ、それをも含めて覚悟を決めてやってきた部分をこの3年かけて、まあ、そうですね、じっくりって言い方にはなるかもしれないですけど、まあ、とにかく目の前のことを全力でやってきたっていう部分のイメージが強いかなと思いますけど、まあ、3年間やってようやく少しずつこう、自分も、春と夏と本当に選手たちに支えられて甲子園に連れてってもらって、まあ、本当にようやく僕もなんて言うんでしょう、目の前のことを全力でやってた部分から、もう一回、この浦和学院を強い高校に作り上げていこうっていう、なんだろう、3年を終えてもう一回こう自分の中では頑張ろうみたいな、意思が出てきているような今イメージですね。そんな3年間こうご指導する中でですけれども、前監督、まあ、浦和学院一昔前はやはりこう、はい、当時のトレンドもあったと思います、かなりこう厳しく管理をして、はいはい、チーム、選手たちを育て上げて勝つという野球だったところから、はい、ある意味こう一転して監督の今の若さというのも生かして距離を縮めて伸び伸びとできる環境を作っているように、うん、今日見ていてもすごく印象を受けたんですけれども、はい、意識している部分なんですよね。そうですね、まあ、私の父親の、野球スタイルと、まあ、僕自身のこう自分の、持っている性格とか、その、まあ、なんて言えばいいんでしょう、人としての部分で
まあ、本当にこれは単純に、自分の性格を生かして、で僕の、人間味っていう意味でいけば、自分はこういうタイプの人間なのでっていうところで、このラーガフィンには、監督として、まあ、生かしていくっていう部分を、まあ、僕としては一番持っているところではあるので、まあ、若さもそうですし、でもまあ、なんて言うんでしょう、伸び伸びとっていうところもそうですけど、まあ、厳しさっていうところも自分も野球人として経験してきている部分ではありますから、まあ、それもやっぱりちゃんと選手たちが伝えていって、ね、あの成長させたいなっていう気持ちではいます。そういう形を取ることに関して言えば、やはりこう前監督のご意見であったりとか、あとはこう今日も午前中来ましたけど、 OB とか、はいはい、そういう方々からもなかなか理解を得るというのも、はい、就任当初はご苦労があったんじゃないかなと、そこもまた違うプレッシャーもあったんじゃないかなというふうには感じるんですが、そのあたりは当時どうだったなというふうに振り返ると、まあ、でもやっぱりはですね、当時その前監督の持っているスタイルとその形でいけば、まあ、周りから見てたらもしかしたらこう違うみたいな意見みたいなの確かにあったんですけど、もう私的にもその前監督と同じようにやるみたいな感覚っていうのは僕自身が多分できなかったんですよ。多分おそらく父と同じ感覚で僕もこうこの浦和学院をやろうとすると、多分、父と同じようなレベルで多分野球を教えられないというか、あの僕は、周りから見たらこう逆にこうしてるみたいな見られがちですけど、そうではなくて僕が多分今のやってる野球の指導がそういう指導っていう、まあ、なんていうんですか、自分の良さを出すみたいなイメージですね。で父の良さはそういう意味では厳しさだったり徹底するみたいな能力が父の良さだと思うんですけど、私はもちろんそれは父の良さであり、それは受け継ぎながらも僕の良さは、まあ、やっぱりこう超攻撃野球っていう言葉はまさしく自分自身の言葉でもあって、まあ、とにかく、どんな場面に対しても臆さず勇気を持って、満たそうみたいな、まあ、超攻撃的な意思表示みたいなのは自分の良さでもあると思っているので、それを生かしてほしいっていうのが、まあ、今そういう意味では伸び伸びととかそういう言葉にもなったと思うんですけど、今の浦和学院に現れてるっていうところになるんじゃないかな。まあ、なので OB とかその前監督とか、まあ、確かにこう昔とは今の浦和学院のスタイルって周りから見たら言葉では違うっていう意見になるかもしれないんですけど、僕は違うって思ってないんですよ。感覚でいくと僕は OB や前監督のやっぱりその伝統はすごく守りたくて大事にしたくて伝統にしていきたいっていう気持ちがすごい強いので、だけど森治先生のようには僕は自分では多分できないし足りてないしまだまだ未熟だと、まあ、そういう部分もあるので、だったらまず自分のできることを最大限やろうっていうところで今の野球スタイルになってるんでしたんですけど、見た限りでは多分いろいろ OB の皆さんも含めてこういろいろ感じることを皆さん違いますよね、おそらく。なので、多分言葉では伝えられない部分もありますけど、でもやっぱりこうそれでも今本当にいろんな方々が応援してくれていて、まあ、OB の皆さんには、まあ、そういう僕はちっちゃい時からこう可愛がってもらってる部分もあるので、なんていうんですかね、大頑張れよみたいな、応援してるよみたいないう人の方が多い気がします。なので、まあ、いい意味でもあんまりそこら辺自分自身はストレスに感じていなくてですね、まあ、もちろんこう批判とか、ね、負けたら結果が全ての世界なので、そりゃもういろんな、批判含めた、まあ、
激励のお叱りやりますけど、でもそれは当たり前ですよね。負けたらもちろんそれは全て監督の責任になるっていうところはやっぱ前監督の教えでもあって、それはやっぱり受け止めなきゃいけないですし、僕はまだまだできるというか、まだまだ自分自身成長してやるぞみたいな、そういう今覚悟を持ってやってますので、 OB の皆さんにもぜひ負けてる時だからこそ見守っててくださいというか、僕たちもまだまだ足りてないところたくさんあるので、とにかく今の選手たちと一緒に頑張って成長していきますっていうところで、今はそんな気持ちですかね。成功した方が珍しいんですよ、僕の人生も。簡単に言うと、確かに自分は甲子園にプレイヤーとしてね出てたりとか、監督就任して確かに選抜だとか夏だとか甲子園行かせてもらってますけど、でもそれって本当に一瞬の成功であって、人生通してみれば失敗の方が多いし、間違いだらけっていうことの方が多いので、本当にそれは今の話の原点も、まあ間違ったり失敗したりした時にどれだけそれを受け入れて自分で反省して次につなげられるか、まあ、それって多分選手たちにも伝えてますけど、自分自身がそうしていく必要があると思っているので、まあ本当にまだまだですけど、まあでも若いんでね、頑張ります、はい。やはり大会の結果っていうところは一番こう知った激励、はい、もらいやすいですね。本当にそのあたりではこうちょっと苦しむところもあるんじゃないかなというふうに思ったんですけれども、はい、そういう瞬間はやはり少しはあるものですか？ありますよ。ありますあります。苦しいというか、まあ正直こうまだまだ僕自身本当にできてないことの方が多いんで、なんでできないんだろうとか、まあなんていうんですか、負けた時にね、もちろんこう落ち込むことなんていっぱいありますけど、ね、まあ、でも人生そこからですもんね。もう言われたり、そういう意味ではそういう意見もらったりして、そこからどう成長していくかみたいな。でもオリンピック今やってますけど、そのオリンピックの選手の人たちもやっぱそういうの乗り越えて成功掴んでるんだと思うんですよね。だから私もそうですけど、今の浦和学院の選手たちにも失敗をしっかり受け入れて、それを成功につなげていく過程を、まあ、人生ずっとそういう、まあ、学び直しなんですかね、多分そんな気持ちでいるので、この高校野球の現場やっていく上でね、僕自身がやっぱりまだまだ学び足りないと思っているので、いろんな側面から、しっかり学んで本当に成長していきたいと思ってます。前監督の凄さというのも、はい、改めて多分気づかれたことも多々あるんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、いい、ね、はい、特にこのあたりやはり前監督すごかったなと思われる点であったり、はい、今考えられるところございますでしょうか？一番はこの埼玉県でやはりこの浦和学院を、30年近く、率いた中で甲子園にこう出続けてるっていう継続力が僕はすごいなって改めて感じます。まあ、簡単に言うと上昇、常に勝ち続けるっていうのがおそらく一番大変なんだなっていうのを私自身も感じてまして、まあ、やっぱりそういう意味ではこう厳しい中にこう徹底力をつけさせるっていう全体制のその父親の方針っていうのは常にこうやっぱり上昇であり続けるための、まあそういう意味では一番大切な要素なのかなって今私もすごい改めて感じてますし、それを徹底してできるっていう父親の凄さっていうのはやっぱり尊敬してますね、はい。ただそこで徹底という部分やりますけれども、
今の森大監督は厳しさの徹底ではなく違うことで徹底して力をつけていきたいということですよね。だから厳しさもありつつ、そのなんていうんだろう、僕の自分の良さはやっぱり超攻撃的に、何かに取り組んでほしいっていう、まあ、前向きな面も、一つこう徹底してほしいっていうところがあって、多分まあそれはその徹底の方法論の違いなのかもしれないですけど、厳しい部分ももちろん大切ですし、だけど今言ってる私のその思いであるように、その負けた時こそとか、この勝負の一瞬の時の本当の勝負の時にやっぱりそこで、まあ臆さないというか、あの後ろ向きにならない、そこでこう超攻撃的に自分を、まあ、表現できる、そんなチームや選手になってほしいなっていう思いがありますね、はい。またこうチームの中にある意味こう緊張感というか厳しさをこう作りたいというふうに、うん、ちょっと聞いてまして、はい、なかなかちょっと厳しさの部分少しこう物足りない部分があるかなというふうにちょっと聞いてはいるんですけれども、やはり以前までのチームから結構変わったところなんですね。やはりこう森治先生という、まあ、森治監督という、やはりこう偉大な監督の下で、まあ、やっぱりやるとやっぱどうしてもこう緊張感って絶対生まれますよね。やっぱり厳しいし、そういう意味ではこう緊張感ある中で自分をどう発揮するかっていうのはやっぱり一つある意味大切なことだと思うんですけど、まあ、やはりこう今言ってる部分でメリットもあればデメリットもあって、どの組織も今のうちのデメリットの部分でいけば、今言っていたようなその緊張感だったり、まあ、厳しさっていう面でやはりこう3年通して、まあ、良かったところもあるけど悪かった部分も今出てるなっていう部分が見えてますので、それもだから反省材料の一つとして、デメリットの部分をどれだけこう潰していけるかっていうのは今意識してやってますので、本当に緊張感っていう部分は今の若手の我々指導者にとっても今一つ大きなテーマになってます。前監督のご指導実際現役でも経験されて、はい、コーチでもこう二人三脚というか、はい、共にやってきました。いや大変だったんですかね。そうですね、大変だったんですけど、すごくいい意味で充実しましたね。あ、いい意味で、はい、いい意味で本当にきつかったですし、本当に、厳しい言葉をかけられたことももちろん多々ありましたけど、それがなかったら今の自分がないので、やっぱりそういう意味ではすごい感謝してるんです、本気で。なのでそれは今の選手たちにも伝えていきたい。なのでその自分の良さ、これは自分の良さを出した3年間でもあったんですよ。でも次の3年間っていうのはもう一回こう原点回帰で、やはりその前体制前監督から学んだことをもう一度しっかりと選手たちに伝えていきたい部分と、僕の監督の色っていうのを、まあ、もう一度こうこのもう次の3年間では、アプローチかけていきたい、なんかそんなイメージでいますね。今現段階ではあの母校の早稲田大学の博士課程取られている状況だと思いますけれども、はい、ちょっとまあ改めてそこに進まれたと思われた理由とか経緯聞かせていただいてもいいですか。大丈夫です、はい、そうですね、あの大学院の今博士課程に、進ませていただいてますけど、まあ世間から見たらこう大学院に行くことってどっちかっていうとこうまた学生をやるっていう意味合いが強かったり、まあ、なんていうんですかね、授業を受けに行くみたいな部分強いと思うんですけど、大学院の今博士課程っていうのはどちらかというとこう授業を受けに行くのではなくて、このグラウンドレベルで、現場で、その選手たちがどういうふうに練習を通してとか人間形成をしていく上でその辺を、言語化したい、あと文章化したい、それが一番私の中で強いと思います。なので逆に、大学院 の, その修士課程2年間でそういう意味ではそういうスキルを
心理っていう部分で学ばせてもらった部分があるので、まあ、今回その博士課程に行かせてもらってる経緯はどちらかというと、しっかりとその今のやってる現場を、どのようにこう、まあ、根拠に基づき、しっかりと、まあ、論文とか、まあ、言語化とかそういうところにしていけるかっていうのを自分自身が今、もう一度その研究する上で通わせていただいているイメージなので、決してなんて言うんでしょう、監督業を監督業の時間を割いてそちらに身を置いてるとかいうことではなくて、監督業をしながら そこでの、物事に対して言語化文章化するっていうことで今私もやらせてもらっているイメージなので、まあ、なので、まあ、なんだろう、マイナス的な、イメージで、捉えて欲しくないところも、まあ、僕の中ではやっぱあるので、まあ、なので本当にこうまずは監督業、これが第一優先っていう部分では今自分でも思っているので、その中でこう選手たちはどう考えているんだろうとか、この場面ではどういう発言をしたらいいんだろうかとか、なんかそういうところは今回の大学中博士課程行くことで、まあ、そういう意味ではこう文字化言語化していければいいのかなって思ってますね、はい、監督が今おっしゃったようにこう現場が少しこう見切れてないんじゃないかと、はい、こうこちらもやはりこうやっぱりやったことのないことに挑戦するので、はい、こうご指摘の声こう知った激励、こちらもそうなんですよね、あるかなとは思ってたんですけども、はい、やはりそのあたりも最初はちょっとそういういろんな賛否両論、うん、ありましたね、はい、まあなので、まあ、でもそれも覚悟だったんですけどね、それも覚悟の上なんですけど、でも自分自身がやはりこの監督業をやりながらこれやってることって正しいことなんだろうかとか、こういうのってちゃんとなんていうんですか、根拠を持ってやれてるのかなとか、なんかそういう部分すごく自分自身が興味があったんですよね。まあ心理っていうところでいけばメンタル的な要素強いんですけど、それをしっかりとこう、まあ、今の高校野球界で今後の次の世代にこう渡してあげるためには、まあ、もう少しこう、まあ、なんていうんですか、言った言ってないとか、曖昧な部分が今まだ高校野球界多い気がしていて、それを一生懸命こう学び直しの上でも私自身もその博士課程において自分もそういう研究をするっていうことも、まあ、なんていうんでしょう、一種の自分も学びに行くみたいな部分大切かなと思ってますし、監督業をやりながらっていうよりは監督業第一優先、監督業をやる中で今回のその大学院に今行ってるっていうところは、まあなんて言うんでしょう、この半年間か4月から今やってますけど、まあでも本当に、いろんな意味でそういう目線で現場を見れてるっていうのもなんか今すごく自分の中ではいい経験になってる感じですかね。ちなみにスケジュールというか一日の流れって、まあ、ざっくりどんな感じで動い、まあ、多分日中はもちろん授業、はい、で夕方は練習だと思いますけど、そうですよね、どんな感じでその3つうまくバランスをやってるんですか。大学院は今その通ってるとかはないんですよ。あ、そうですね、今おっしゃった通り、はい、研究なので、はい、なのでどちらかというと午前中教員業をして、で夕方からここの練習を見て、で夜の隙間を使って大学院で例えばそれを言語化したり文字化したりとかする、まあ、論文を作成するとかそういう時間に当ててるイメージです。まあ簡単に言えばその隙間の時間をうまく使ってそういう研究を作ってるイメージなので、だからもう決して監督業を、割いてまでそういう研究をしてるということではないっていうのをご理解ください。学校の公務もあられるわけですから、はい、夜のその時間が全部そのアウトプットに当てられるわけではないですね、まあ、なので
そこはある意味まだまだ足りてないところではあるので、大学院の教授の方からもまだまだ足りてないぞって言われてますけど、まだその隙間をうまく使いながら今過ごしているイメージですね。まあ、なのででもやっぱり年間通して常にそのこの浦和学院野球部にどうやったら還元できるかっていうのはやっぱ第一に考えて今やってるっていうところはありますね。はい、本当そういった形でやっている中でですけども、やはり現場でこう特に今もう半年やってて生きてるなと、うまくこう生かせているなと思える瞬間とかっていうのは PM 理論あ、はい、がやはりそこが大きいんでしょうか。そうですね、僕自身一番今現場に生かされてるなっていうのは、自分がそういう意味でこうメンタルをリセットする時間を作れてるなっていう感覚です。なんだろう、やっぱりこの高校野球の現場でずっといると、やっぱりこうずっと野球と高校生をずっとこう見ながらやってる部分もありますけど、まあ、一つこう今言ってるように、まあアウトプットする時間、そういう時間をきちんと自分で設けることで整理する時間が作れてる気はしています。なのでしっかりこう整理をして、まあ、今の PM 理論っていう話もありましたけど、その自分でこう、あ、これはこういうことを僕は伝えたかったんだなとか、あ、こういう伝えたかった言葉って心理学の用語でいくとこうなんだとか、あ、なるほどとかっていうように、まあなんていうんですかね、自分が伝えたい意思や意図を、まあ、しっかりその心理学の学びを通してそれがちゃんとこう言語化できるように、まあ、なれるっていう意味では、やっぱ自分が学ぶっていうことは大切だなっていう気は今しています。ね、この名門でこう監督になっていくっていう覚悟を本当に持たれて、まだまだこれからも進んでいかれると思うんですけれども、はい、まあ、浦和学院これからどういうチームを作り上げていきたいな、こうどういうふうにチームを導いていきたいなというふうにお考えでしょうか。そうですね、まあ、目標はやはりこう浦和学院野球部を率いている以上、甲子園でやっぱり勝つこと、まあ、夏全国制覇をするっていうのは一つ大きな目標ではあると思うんですけど、まあ、僕の一番の目標はやはりこう自分の監督業をした上で、いかにこう後輩だったり次の世代に、まあ、何を残していけるのかなっていうところが自分の中ではテーマになっていて、まあ、今だったらまあ、例えば大阪桐蔭の西谷監督だったり徳の馬淵監督だったり、まあ、やっぱりすごい名将の方々がまだ現役でこう高校野球、引っ張っていかれてるんですよね。で去年優勝された慶応の森林監督だったり、仙台育英の須江監督だったり、やっぱりいろんなそういう意味では、監督さんがやはりこの高校野球のために必死にこういろいろと考えながら、やられてまして、まあ、そういう意味では、まあ、私は30代の、まあ、若手の監督っていう意味では、そういう監督の皆さんとこう今練習試合も含めていろいろこう言葉交わさせてもらいながら、まあ、成長を自分もさせてもらってますけど、僕自身が今度そういう意味では年を取った時にどうやったらこう若手に高校野球の良さだったり、まあ、一つの人間教育だったり学びっていう意味で その伝え方、まあ、その辺をこう自分もまだこれから、探していくっていう意味ではまだまだ成長していかなきゃいけないなと思っているので、その浦和学院を率いていく中でその目標を持ってしっかり突き進む過程を、まあ、自分の中では自分としてもその過程を通して成長していきたいな、でその中で次の世代に何を残すのかっていうのを、まあ、また今後も、考えながらチームとしては成長してやっていきたいなと思いますし、あとはもう今の現役の子どもたちと、まあ、一番はとにかくね楽しみながら高校野球、もちろん厳しい世界ですけど、やっぱりこう一個一個の過程を大切にして、楽しみながら、まあ、そのこの今の職業を、全うしていきたいなと、そんな考えています。
高校野球 .com YouTube チャンネルでは、中学高校球児の皆さんにとって日々の活力となる動画を配信しております。今は情報が簡単に手に入る時代ですが、球児の皆さんにとって大切なことは実践と継続だと思っています。ライバルの状況や最新の理論、また甲子園を沸かせた先輩たちの金言を聞くことによって、日々の練習のモチベーションにしていただきたいと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。